こんにちは、ジュピ大佐です。今回のジュピ散歩はミャンマーヤンゴンにあるボージョーアンサンマーケット、いろんなお店が集まった市場を歩いてみたいと思います。それでは早速行きます。ちょっとかなり車がいたりごちゃごちゃしている感じなんでちょっと避けながら行きます。はい、ここはヤンゴンの中心街にあるんですが、本当にいろいろなお店が集まってます。例えばここだと、宝石のエリアなので宝石のお店がいっぱいあります。でちょっと行くと、食べ物のエリアがあったりして、本当に、多種多様なお店がこの区画に集まっています。すいません、あっちに行くとあっちもジュエリーで、ここでちょっと喫茶店みたいなとこがあったり、まあ、トイレがあったり、まあ、トイレお金払わなきゃ。であとこっちに行くとフードコートですね。フードコートが今呼ばれてますが、後で食べたいと思います。カレーとか、あとわらじとかも売ってるんですね。であといいですね、カレースプーン的なやつ売ってます。意外といい、ちょっと買っていこうかななんて思ったり、こっちに行くと何だろう、絵ですね。アートのエリアになります。こちらはアートのエリアは車が多くて、すいません、ちょっとこっちに行きますね。でここはアートのエリアで、でこっちが何だろう、布ですかね。すいません、靴ですね。いろんなサンダルとかが売ってたりしてます。で、サンダル、あとお土産も売ってたりしますね。はい、サンダルのエリアになります。はい、サンダルのエリアです。こっちもまたサンダル。サンダルのお店だけで、あとアートとかもいっぱいありますね。うわ、かわいい。サンダルのエリアがあって、こっちもサンダルのエリアですね。サンダルの一大産業地なんでしょうか。ちょっと中に入ってみたいと思います。まだサンダルです。サンダルがいっぱいあって、あと貴金属ですかね。はいはい。あとなんかブレスレットみたいな石で、ここは服エリアですかね。服エリアになってます。薬で、次こっちのエリアに行くと、またアートという感じで、あと向こうに行くと多分食べ物もあると思います。喫茶店のエリアです。喫茶店のエリア、ほんといろんな人がいっぱいいます。なんかいい感じです。ということで、今回のジュピ散歩はミャンマーヤンゴンにあるやばい名前忘れた、なんとか市場、ここからお送りしました。それではまた見てください。それでは見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ここのボタン押してください。旅とカレーの動画をいっぱいアップしてます。ちなみにこれはネパールのポカラです。こんにちは、ジュピ大佐です。今僕は香港に来ています。というのも今まで僕は世界